ラーマクリシュナ、ラーマクリシュナ、スリー・ラマクリシュナ・パー・アム・ハーンシサ、ベンガル語、ラムクリシュのポー・ラマ・ハーンシュ、本名がダーダル・チャット・パー・ディアへ、ゴダ・パー・チャルト・パドジェ、ベンガル語、ゴッド・ワド・シャート・パディ、1836年2月18日から1886年8月16日は、インドのヒンドゥー教の出家者、弟子のビベイカー・ナンダラが創始した宗教団体、 ラーマクリシュナミッションの周祖。シュリラーマクリシュナパラマハンサとも呼ばれるが、シュリは聖にあたる称号で、パラマハンサは聖者に対する損傷。インドでは中間層のグル、女優、劇場の守護聖人として慕われている。子供のような得意な人柄で多くの人を魅了した。知性ではなく神に純粋な信仰を捧げる、バクティ、親愛運動の系譜にあり、 キリスト教、西洋思想の影響を受けた、ブラフもサマージラとは異なるの流れが、ラーマクリシュナの影響下で生じた。田舎の土族のバラモンの生まれで、高度な教育を受ける機会はなく、聖典に興味を持たず、複雑な進学を解くこともなかった。様々な宗派、宗教での神秘体験によって、神々が多くの化身で現れる民衆のヒンドゥー教と、愛されるべき絶対万能の神。 グラフマンへの信仰を融合させており、ベーダアン多学派に連なる思想であるとも言われる。ただし、ラーマクリシュナの思想と、死の示した真理であるという弟子のビベーカーなんだの、思想はひとまとめに論じられてきたという経緯があり、ラーマクリシュナは、成人、宗祖として神聖視されているため、実際の思想の研究には、困難が伴う。近年では、彼の信仰は地比深い母親としてのカーリー女神への、 バクティを中核に形成されており、タントラ的な性格を持つことが分かってきている。西ベンガルシュール州フグリー県のコルカタ、カルカッタの北西100キロに位置するカーマールプクルという村に生まれた。都市の周辺にあり、農村に接する場所だった。父のクデラームチャタジーは貧しいバラモンだった。梱棒を持つ者を意味するガダーダルと名付けられた。 母チャンドラーにとっては二人目の息子で、ニー・ラームクマールは30歳年上だった。学校よりもヒンドゥーの神々の物語を覚えることに興味を持っており、エクスタシー的なトランス状態を経験するようになったという、6歳の時に最初の神秘体験をしたと主張するようになった。彼が7歳の時父が死亡し、兄のラームクマールが保護者になったになった。 生活が苦しかったため、兄はカルカッタに出稼ぎに行って、そうとなり、その間に、ラーマクリシュナは、女性のような、振る舞おし、女性の服を身につけるようになった。この時から生涯、ラーマクリシュナのセクシュアリティ、ジェンダーに関して様々な疑問が持たれた。16歳になると、兄の妻子の手伝いとして、コルカタに呼ばれた。コルカタでは、 裕福な未亡人ラーニー・ラーシュマニーがカーリー女神からタクシネーショアルニジーンを作るように告げられる夢をてカーリージーンを建て兄はそこのジーン像になっておりラーマクリシュナはここで兄を手伝った田舎の聖地ではなくコリコタを拠点にしたことが近代インドの聖者として支持を集める重要な条件になったラーマクリシュナはカーリー女神のカルトに加わり この時期からラーマクリシュナの名で知られるようになった。1855年もしくは1856年に保護者である兄が急死し、ラーマクリシュナはカーリー寺院の寺院像になった。ラーマクリシュナはバクティを行い、旗ヨーガも実践して、献身の探求に没頭するようなり、弟子たちと数時間正座し、食事も睡眠もあまり取らなくなった。カーリー女神に熱烈な信仰を抱き、 ついたち数時間、時に数十時間も、カーリー女神に話しかけ、歌い、カーリー女神を、自分の母、また、宇宙の母と信じ、生きる母にするように接した。カーリー女神を見ることができないことに苦しみ、ある日、カーリー女神と離れている人生に生きる意味はいと感じ、命を絶とうと寺院の女神像の前にあった刀を、掴んだ。すると、突然、 カーリー女神が現れ気を失い、カーリー女神の実在を感じるようになった。カーリー女神に抱かれ、無が、脱が、自室の状態、エクスタシー、ヒンドゥー教で言う三枚に達するようになり、カーリー女神との母子のような関係、神秘体験に没頭した。カーリー女神は彼が避難できる唯一のところであったと述べている。 彼はバラモンであったが、仮想のカーストが料理したものも喜んで食べ、犬の糞まで食べた。周囲からは正気でないと思われるようになり、人造としての仕事も十分行えなかったため解雇され、母親が故郷に連れ帰った。いくらか回復すると、母は二十三歳のラーマクリシュナを五歳もしくは六歳の幼女サーラダーデイビーと結婚させた。 1859年に正式に結婚したが、幼い彼女は、妻として十分な年になるまで、両親の元に留まることになった。ラーマクリシュナは妻を置いて、サニヤーシン、優行者となった。1860年に寺に戻ると、ラーマクリシュナの神秘体験、奇妙な行動が再び見られるようになった。様々な宗教の死に教えをこうようになり、 新しい宗教体験のあり方を探求するようになった。シャクティ派の女性行者バイラビブラフマーニー、ヨーゲースワリが寺院を訪れると、彼女を指導者として受け入れ、ラーマクリシュナは自身の異常な体験や体の不具合を打ち明けた。バイラビブラフマーニーは、ヨーガによれば狂気ではないと断言し、タントラサーダナ、タントラ行法やヨーガを教えた。 ブラフマーニーは十四のタンドラに示された方法で導いてくれた。これらは難しいものであって、多くの者のは足場を失ってしまい、不道徳な堕落と思われる危険なものであった。しかし、母親の無限の慈悲はそれらを行っても私を無傷のままにしてくれたという。さらにバイシナバサーダナ、ビショヌ派の行法のいくつかの方法を収め、ハヌーマーンとの同一化、シータの検診。 バートサルやサーダナを行って、クリシュナを友としてみた。最高のバイシナバサーダナを行って、クリシュナの愛人ラーダーと同一化し、クリシュナの情熱的な愛で甲骨として失神する体験をし、数日間ラーダーとなり、女性として女性たちと共に生活したという。1864年の終わり頃、哲学者で実践家であるソートータープリーが、 ダクシネイシュワルを訪れた。ラーマクリシュナは、カーリー女神の許可を得て、トータープリーの下で、アドバイタベーダンタを11ヶ月学んだ。神の実在について、人間精神は、本性上神と同一であること、目に見え感じられる現実はマあヤー幻であることを学んだ。ラーマクリシュナがアドバイタサーダナをやっていると、最高の神秘体験であるとニルビカルパサマーディ、無分別三昧に入ったが、 それは死んだような状態で、三日も続き、トータープリーは、自分が四十年も厳しい修行をしてたどり着いた、境地を弟子がいいと達成したことに非常に、驚き喜んだという。こうして、アドバイタベイダンタを学んだことで、バクティだけでなく、ジュニアーナ、知恵の面でも進歩があった。ニルビカルパサマーディを達成したラーマクリシュナは、心の中に残る、カースト意識を克服すべく、自身を、 カースト街先民、チャンダーラとみなして、不条な仕事に奉仕した。他の宗教の理解、大徳を目指し、1866年には、イスラム神秘主義を取り入れるようになり、グルの指導のもとアッダーの名を唱えて、メッカに礼拝し、ヒンドゥーの神は、カーリー女神も帰り見なくなった。1872年頃、妻の立場にあるサーラダーデイビーを、カーリー寺院に迎えた。 以後彼女は、ラーマクリシュナと彼の取り巻きの少年、青年たちに仕え、台所の片隅で家事をして暮らした。夫との間に性的関係はなかったと考えられており、生涯一般的な夫婦関係になることはなかった。1874年には、キリスト教に接し、イエスキリストのビジョンを見た。ラーマクリシュナは、やすやすと神秘体験に入ることで、 コルコタ周辺で徐々に知られるようになった。やがて、ラーマクリシュナの教えを聞くために、ある程度の人が集まった。その中には、後に、ラーマクリシュナの皇帝となり、教えを引き継ぐことになるナレーンドラナートだった。後のビベイカーナンダや、伝統的スタイルのバラモン学者のイーシュアラ、チャンドラビジャーサーガルなどがいた。詩人、思想家のラビンドラナートタゴールや、 ブラフもサマージのケシャップセンとも交流した。主要な弟子の一人で地元の高等学校の校長を務めていたマヘンドラナートグプターはラーマクリシュナの原稿を書き留めコメントや思想の解釈を加えて不滅の言葉、コタムリトとして出版した。英訳の際にラーマクリシュナの言葉のタントラ的な部分、性的な部分の多くが意識的にか無意識的にか削除されたり、 曖昧な表現、象徴的な表現に置き換えられている。ラーマクリシュナは女装することがあり、女の品を作って、神徒たちを笑わせることもあった。次に、女性の体中にすべてを飲み込む、女性機の幻を見て、恐怖を感じることもあり、女性への嫌悪や、女性別視を指摘する学者もいる。妻と、夫婦関係を持たず、女性たちを退け、少年、 青年の弟子たちに囲まれて暮らし、はっきりしないがビベイカー難題の少年愛を暗示さるようなエピソードもあったことから、同性愛者だったのではという意見もあるが、明確な答えはない。女性的な面があったことは確かである。ラーマクリシュナは、コルコタの中間層に積極的に接して支持を集めた。家庭の妻も娼婦も同じく性的な女であり、修行の妨げであると考えたため、 逆に、娼婦出身の舞台女優であっても剣をせずに服を与えた。そのため女優や娼婦に慕われる聖者となり、女優、劇場の守護聖人となった。1886年8月16日、ポシポルのガーデンハウスにて成居。死因は、高頭眼であった。弟子で、後継者のビベイカーナンダは、ラーマクリシュナの様々な宗教での神秘体験を基盤に、 あらゆる宗教が一つに帰するものであるととき、これを発展させて、普遍宗教的宗教観を提示した。ビベイカーナンダは、ラーマクリシュナを宗祖と仰ぐラーマクリシュナミッションを設立し、この組織は、真理は一つ、賢者はそれを様々に呼び出すという標語を掲げている。ラーマクリシュナの死後、妻のサーラダーデビーは、聖母として宗教的な活動をするようになり、 ラーマクリシュナミッションで亡き夫と共に、通計されるようになった。日本には、1944年に、インド学、仏教学者の渡辺商工が、ラーマクリシュナの生涯とその宗教運動、民族研究所企を第一冊掲載という論文を発表して紹介した。様々な宗教を、神の神秘体系を通し、あらゆる宗教には、同じ神的な神秘体験があり、 全ての宗教で報じられるそれぞれの神は、最高、唯一、絶対の存在の形の違う権限であり、あらゆる宗教は、道は、異なれど、同じ到達点に達するものであると説くようになった。ただし、ラーマクリシュナの思想に、超存在としての神概念はなく、あくまでカーリー女神を、特別視し、カーリー女神こそ、神の主要な権限であると信じていた。 ラーマクリシュナの思想は、後継者のビベイカーナンダラ弟子たちによって解釈され、紹介された。ラーマクリシュナは、他宗教への寛容さを徹底し、次のように説いたという。弟子のビベイカーナンダは、ヒンドゥー教、イスラム・キリスト教の内側に飛び込んで、各々の宗教の神と合一したというラーマクリシュナの、神秘体験をベースに、あらゆる宗教が一つに帰するものであると主張し、 古型的な事故と絶対者ブラフマンの完全合一というヒンドゥー教の伝統的心理に立脚する教義、ベーダンタ哲学のアドバイタ、フン21言論という由緒正しい境地をラーマクリシュナの権威と共に語り、その教えは全インド、さらに欧米にまで広まった。ラーマクリシュナの思想と、ラーマクリシュナの教えた真理を広めることを使命と、するというビベイカーナンダの思想を別々に論じることは、 難しく、ひとまとめに論じられてきたが、東海大学のインド近代史研究者のウスタ・マサユキによると、近年の研究で、ラーマ・クリシュナの宗教心は、カーリー女神へのバクティ、信愛を中核に形成されており、タントラ的な性格を持つことが明らかになりつつある。タントラ業法が、ラーマ・クリシュナの修行の根幹であったと考えられているが、彼はこれを、汚い道、 ノングラポトだと語っており、成功を欠かせない修行の一環とするサドウタントラは、政治的に受け付けなかったらしく、カーリー女神は、性的存在ではなく、慈愛に満ちた防震として信仰されている。神にカンチョン、女と、金、性的な魅力のある女性と貨幣を、修行の妨げとなるため避けなければならないと説いた。在家の課長たちに、神にカンチョンを避けるよう戒め、 神にである妻からより多くの艦長、金銭を稼ぐように迫られ、艦長やイギリス人が経営する商会などで、屈辱的で奴隷的な職に就くことになると考えた。神に艦長が支配する家庭は、幸福どころか救いのない地獄であるという、ラーマクディッシュなど、ただ神への信仰のみ、を強調するバクティは、社会活動を忌避するものであり、一般社会では、 当主主義という批判を受ける態度であるとも言える。彼にとっては19世紀に行われた様々な社会改革運動もそのための組織の運営も虚しい努力に過ぎずおもちゃ遊びであった。こうしたラーマクリシュナの社会を認識する以前の子供に近い感性は人々を引きつけたが当然社会に積極的に働きかける可能性もなかった。ラーマクリシュナは 社会活動をひどく揶揄したが、ビベーカーアナンダは、こうした死の現世放棄主義を180度転換させ、現世利益に縛られない出家者たちは無視の奉仕が可能であると考え、ラーマクリシュナミッションは、社会奉仕に勤しんで上流中間層の支持を得た。ただし、これは、社会改革ではなく、政治活動は行っていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。